こんにちは。すいません、ちょっと遅くなっちゃったんですけど。バイクが違うじゃん。今日なんか黄砂がいっぱいなんで。すいません、忙しいところ毎度毎度ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。一応メールでいただいたやつ、バーッと値段だけは調べてあるので。 ありがとうございます。ちょっと全然なんか振り切った感じになっちゃってるんですけど。どこから行きましょうか。本当概要というかアウトライン的にはやっぱり475のやっぱりあそこの低速トルクのちょっと気持ち乗りにくいところを改善して、やっぱ全体的なその出力特性を、いわゆる本当に滑らかな感じで上がっていくようなバイクにしたいなっていうのが大枠の目的なんですけど、なので、カム自体は変えてしまった方がいいのか、ただボアップキットも含めているので475のままでボアップすれば、ある程度は底上げできるっていうのは西澤さんからもうすでにお聞きしているところではあるんですけど、ちょっと僕の勝手な主観なんですけど、アンドリュースの472とか、いわゆるトルクの方にのカムのプロフィールにして、でボアアップもして、トルクモンスターじゃないですけど、そっちにも切り振ったような仕様で乗りやすいマシンに仕立てられないかなっていうところで、素人の中にちょっといろいろパーツを漁ってみたんですけど、その中で西澤さんが見てもらって精査してもらうというか、いやここは必要ないですよとか、これはいいんじゃないですかみたいなのがアドバイスいただきつつ、パッケージをちょっと固めていけたらなっていうところなんですよね。大きいところで言うと、その排気量にはまずなっちゃうんですよ、でどこにする、どれぐらいにするかっていうんで、言ってた通り別に475で使えないわけではないの で、で基本ボアアップってカム交換と違って全域がボンと上がるんですよ、だって基本的にボアアップしたからどっかがへこむとかってあんまりなくて、それで475のままもちろんできますし、じゃあちょっとカムをもうちょっと下げて、下でトルクが出るようにして、結局それで排気量分パワーは出せるんで、最高出力変わらずにフラットにはなるのかなとは思うんですけど、なるほど排気量もし上げるんであれば、で上げるにしてもどこまで上げるか、今だと多分 A3S だと132が主流というか、そうなんですね、になってて、ただ基本的にはライナー、シリンダーのライナーがどんどん薄くなっていくんで、耐久性みたいなのがどこまでなのかなっていうのはあるんですよ。そうですね、もうすぐ壊れるとかね、そんなん全然ないですけど、なので以前年長してもらった時に参考にいろいろパワーグラフ見せてもらったじゃないですか、いろんなパターンのやつ、でその中には128キュビックインチで乗ってたんで、まず一つそこがベースであるのかなと思いつつ、ネットでいろいろ見たら おっしゃるように S&S でやっぱ132でしたっけ、とかもまだ上があるんだなっていうのを知って、なのでどっちがいいのかなっていう、のがちょっと迷ってるところでもあるんですけど、あとは S&S とかあとジッパーズとかいろいろそうバーキット出てるところはありますけど、どこのメーカーのやつがいいのかなとか、ただなんかジッパーズのやつもよくわかんないですけど、商品写真みたいなの見ると、プッシュロットハフのなんかそこに S&S って書いてあったから、ジッパーズも S&S 使ってるのかなって、ベースは使ってるとこが多くて、この間持ち込みのお客さんいたんですけど、その人もシリンダー自体は S&S の刻印があるんですけど、それを、違うメーカーが、指定のピストン使って、ボアアップして131で出してきたっていう人とかもあるんで、ないんで平気だと思うんですけど、結局新品取って一応もう全部測るんですよね。
あ、なるほど、はいはい、あの要は死んだ歪んでないかとか、はい、クリアランス適切か、はい、200cc ちょっとですよね、上がるの。そうですね、今114なんで、はいはい、それでもやっぱり結構体感で変わるものですか。全然違いますよ。あ、本当ですか。はい、128は早いっすね。あ、じゃあひとまず128で。あとどうせ開けてしまエンジン開けるのであれば、あの S&S から出てるあのヘッド周りの強化品っていうんですか、あの、はい、あのロッカーアームとか、はい、ああいうのも入れ替えてしまおうかなと思うんですけど、意味ありますか、ね、意味あるっていうか、やっても、昨日送ってもらったのが、あ、そうですね、それですね。これだとまあローラーロッカーがついてますよっていうのと、はい、まあ、シャフト、はい、でこれまあスタッド式にする方がいいですよっていう、はい、MX だと定番というか、はい、今なってて、で、まあ、ヘッドボールと基本外したら交換になるんで、はい、まあ、それがこのパッケージになった商品になるんですけど、はい、こういうパーツってどうですか、意味あります、入れても。意味はありますよ、大丈夫、もちろんありますし、はい、あとだから本当に費用との相談ってところですよね。これにする方が悪いことってあんまりなくて。あ、本当ですか。でローラーロッカーは基本的にはもうリフト量が上がれば上がった分だけメリットはあるんで、はい、ローラーにしたからダメだっていうのは基本あんまりないんですよ。あ、じゃあこれも含めてスタッドなんかは、まあ、いろんなメーカー、あとまあバルブスプリング、はい、あれどうですかね、もともと475が、まあ、リフトが高いから、まあ、推奨ってことで、はいはい、強化スプリングの方に入れた方がいいって話は以前伺ったんですけど、はいはい、まあ、今回、まあ、リフトはトルクに振ったら下がるとはいえ、はいはい、まあ、これまで475で 2年弱ぐらい使ってるんで、まあ、そんなに早くは劣化はしてないと思うんですけど、はい、でも、まあ、さっきの、なんか、あのヘッド周りの強化パーツじゃないですけど、まあ、せっかく開けるから変えてしまった方がいいのかなっていうぐらいの考えで僕はあのパーツのリストに入れたんですけど、いや、まだそのまま継続して使えるよってことであれば無理に変える必要もないのかなと思ったんですけど、その辺どう思われます？まあ、使うのはもちろん使えるとは思うんですよ、はい、でスプリングの巻きが違うんですよ、はいはい、でもちろん許可品にはなってて、はい、まあ、入る人も入りますよっていうものなんで、はい、入れて別に悪いことはないのかなっていうと、トルク型のカムでもあの強化スプリング、強化でもそうですね、はい、そんなにリフトが高くないカムでも強化スプリング入れて、うん、その相性みたいな特に悪いことはない、悪くはないな。これもまあ S&S も出ているんですけど、はい、まあ、ステムシールとかアッパーカラーとかコッターとかも全部セットになってるんで、はい、大体値段こんなもんなんですよ、6万全部で純正と同じようなそうですね、入れるか、はい、これだと、まあ、一応リフト量 0.55 までありますよっていうんで、はい、これはこのスプリングの上にくっついてるリテーナーっていうんですけど、はい、これがチタンになってて軽いんで、はい、まあ、高回転フリクションなく回りますよっていうものとかもあります。ちょっとチタンって響きに萌え萌えな感じになっちゃいますよね。そうですね、僕も自分のやつは純正の強化スプリングに、はい、チタンのリテーナーだけ別で取って入れて、羨ましい。で僕まあ、ね、おいおいまた排気量もそうし、カムもなんか別なの試すかもわかんないんで、はい、スプリングはまあ強化ヘッド下ろさないと基本は交換できないんで、はい、下ろすタイミングでまあそれ入れといて、でカム自体今そんなにリフトあるやつじゃないですけど、はい、ジッパーズの468とかなんで、はい、ですけど別にまあ全然問題なく、はい、で上は軽くやっぱり吹き上がるのは上がるんで、こういうのとかキングレファイちょっと安いんですよね、ポッターがついてない分、はいはい、あれなんですけど、ちょこういうの入れたりもできます。あ、じゃあ一旦仮でじゃあこれを、はい、お願いします。
462ですね。あ、アンドリュースの、はい、はい、462、はい、フォアアップするならもう一個上でもいいかも。あ、そうですか。でも464、僕あのもうカムに関してはもう西澤さんにお任せしようかなと思ってて、やっぱ僕はやっぱ何言ってもネット上の表面的な情報しか知らないので、やっぱりその引き出しとか、はい、あの経験値とかでは西澤さんの方がやっぱり豊富だと思うんで、提案されしていただくカムで楽しく乗れるのであれば悪くはないと思います、はい、もうちょっとデュレーション幅が広いんで、はい、ちょびっと上に行くんですけど、はい、排気量あるなら全然いける感じですか。そうですね。その低中速の損なうことなくは全然ないと思いますよ。じゃあもうそれでお願いします。カムラは別にあのスペック買っても値段基本一緒なんで、はい、はい、ヘッドブリーザー、ブリーザー、これなんですか、シンガーヘッドブリーザー。さっきも言ったようにミルウォーキエイトってブローバイガスが多いんですよ。はいはいはい、はい、でここで要はオイルと空気と分離させてエアクリーナー側に戻しているところの、はい、ノーマルがこれまあプラスチックのシングルオーリングで、あ、左がそう、ノーマル、これがノーマルです、はい、でこれまあフューリングのやつなんですけど、はい、ローパイでもあんま気にならないですか。今んとこそうですね、はい、で一応これ自体がまあ非分解なんですよ、はい、で当然交換するのってさっきも言ったようにロッカーボックスを開けないと。ロッカーボックスどこでしょう。あ、ロッカーボックス、はい、でろっかカバー外すのが今結構あれなんですけど、はい、そんなでもめちゃくちゃ走ってないですもんね、走行距離。いや、まだ1万キロ行ってないですよ、3年預けてばっかりいるんで。これあった方がいいっていう、そう、西澤さん的なご提案ですか。そうですね、まあ開けるならっていう、さっきも言ったんですけど、はい、一緒にやっちゃった方がやれる、その、まあ、パフォーマンスっていう意味では、はいはいはい、一応。これおいくらですか。75,000円。これで前シリンダー、後ろシリンダー前後セットなんですよ、はい、でこういうふうにまあ分解、現物あるな、多分清掃すれば何回も使えるみたいな。基本そうですね。こんな感じで、もう現物見せられたらもうちょっとこれまあちょっと別のお客さんでつける予定なんですけど、あ、そうですね、はい、あって、ちょっとまあ、昔ノーマルが昔のやつって、はい、まあ、開けるたんびに外して、はい、要は分離のシステム自体はこういう感じなんですよ、はい、圧がかかるとこの傘が開いて、はい、でスポンジでオイル吸収して、はい、それ以外のものをエアクリーナー側に戻すのの、はい、今は非分解になってしまったんで、はい、中身の状態がどうなってるかがまずわからないっていうのと、でこのスポンジ自体は結構熱風で、はい、まあ、ヘッドですもんね。そうですね、中なんでパリパリになっちゃってるやつが多いんですよ、はいはいはい、でそれこそツインカムまでってロッカーカバー開ければ当然ガスケットキットにもそれが入ってて、はい、スポンジと傘と交換でってできたんですけど、はい、今のやつはダメで、ミルウォーキーはいろんなところでコストカット的な感じでこういうのがコストカットなのかどうかは分からないですけど、はい、ただ出始めから僕らまあエアクリーナーに戻るブローバイが多いなっていうのは感じてたんです。はい、でだからそれこそあのさんもつけてたんですかね、あのオイルのディップスティックからブローバイ圧抜くものとか、あ、はいはい、あ、僕はつけてないですけど、はい、が、まあ、出てる、流行ってるというか、はいはい、分かります、分かります、あるのは知ってます。なんかオイルディップのところにつけるやつ。こんな感じですね。おお、ちょっとで一応これだとまあこれ交換できますよっていうのと、まあ容量自体がちょっと大きいので、はい、あのまあ出にくくはなるのかなっていう。なるほど。ただこれつけてくださいっていう作業はないので基本は。そうですね。オイル漏れ修理するついでにこれつけるか、はい、それこそボアップとかするタイミングでやった方が、そうですね、メリットありってことですね。まあ、純正も多分同じような構造ですになってて、じゃこれどれぐらいオイル吸ってるかとか、うん、じゃそれこそ今開けてみても変えた方がいいのか変えなくてもいいのかもわからないっていう状態なんですよ。まあ純正変えるのももちろんできるんですけど、はい、そうそう、それよりは
こんなんもありますよ。へえ、はい、ご案内です。いや、そんなビレットっぽいなんかアルマイトのビレットです。ビレットですか、やっぱそんなの見せられたらもう弱いの分かるじゃないですかパーツ萌え萌えですよ。そうなんですよ。ティーマンのやつもつけて、はい、ティーマンのやつも一回りぐらい大きくて、へえ、今が10万ぐらいするみたいですけど。あ、ティーマンだと、はい、でフューリングがちょっと試してみようと思って、はい、あ、これ今回初ですか。これは僕のバイクにもついてます。ああ開けるときに試してると思ったら、まあ、ネオファクトリーの通常ラインナップに並んだんで。あ、はいはい、そうそう。あ、じゃ あ, あのこれも一応、はい、じゃあ組んで、まあ全然トントン拍子で決済まで行っちゃえば6月スケジュールっていうのも、まあでも、はい、あの見えてくると思うんですけど、はい、まあ、結構交渉が難航してずれてきたら、またそれはちょっと車検後とかいうスケジュールになるかもしれません。そうですね、具合見てですね、はい、多分部品待ちですごくっていうのはないと思うので、はい、その辺のスケジュール感をあの共有しながら、そうですね、はい、連絡もらえれば、はい、了解です、はい、じゃあそんな感じでちょっと、はい、よろしくお願いします。少々お待ちください